山形有朋に軍協より怒ったまである。維新がなって10年。この国は一つになり、西欧諸国を模範に新しい歩みを続けている京都暴力が支配した。期待は終わったのだ。久しぶりだな。どこに雲隠れしておった。この10年腕の立つ流浪人が人を助けたと噂が立つたび部下をやって調べさせた。力を貸してくれ。 あの男だ。剣は人を殺すための道具にあらず。人を生かす剣を理想とする神明石修行が。人を生かす剣。あんな女を助ける価値があるか。助ける価値のない人間などいない。 サザエと切ってきた。お前が今更坂本とは。ふざけるな。勝負だ、志村抜刀斎。死ね。